への侵入を感知。そのまま進んでください。でもそれもやっと終わった。
しくあれと虫どもは言ったわ。ならお望み通り、あたしの肥料になればいい。最高ね。お皿に乗せるみたいに、つまみ上げて、ひねりつぶしてやったわ。爪の先で、プチッ。かかとでグリグリと。トゲの棺でズカズカと。胸がスッとする。初めてだったの。この騒音がやっとだ。多くの領民を殺したの。どんな風にかなんて覚えてない。だって毎日丁寧に思考を変えてあげたのだもの。それが最大の誠意というものでしょう。覚えている。あの鮮血の赤さで。あたしは竜の娘だもの。人間を食い物にして何が。最大の違いだ。世は確かに多く、だが市民を愛し続けたことだけは賢帝たちにも引けは取らぬ。残念だ悪人。貴様は領民をただの一度も愛さなかった。うるさい、うるさい。今日はいつもよりうるさい。生意気なサーバーに混ざっている。後悔ですね。そう、するわけだな。してたまるものですか。搾取は貴族としての責任、拷問は支配者としてのあり方よ。それなのに何がいけないの。何が悪いのよ。自分をバートリ家の財を守っただけなのに。うるさいのと消しただけ。みんな潰して絞って、温かい清潔のお風呂になればいい。私の肌を温めるだけでいい。私は負けない。この体は完全に竜に絡む。この体にたかる虫は何倍に増えようと。やっぱり間に合ったのね。私、状況判断は的確なの。あなたたちなら、私がこの体を乗っ取る前にたどり。ねえ、最後だから聞くけど、あなたはなぜ私の邪魔をするの？冷静に考えてみたら、私たちって戦う理由がないじゃない。呆れたわ。口だけかと思っていたけど、本気でそんな理由で戦っていたなんて。いい？聖杯も人類も、あたしの知ったことじゃない。力
球の未来なんてどうでもいい。文明なんて滅びても構わないし、大事なのは一つだけ。私だけが永久に誰よりも美しい女であること、これこそが絶対の法であり真実よ。わかる？私さえ美しければ人類は終わってもいいの。あなたは人類を救うというけど、その必要はナッシング。ええ、むしろ私を救いなさい。それが人類を救うことになるわ。私の美しさと地球の重さはどう価値なの。呆れたのはこちらだ。万雷の喝采こそ己を映す鏡。観客なくして成り立つ舞台があるものか。分かっているのか。貴様は今、貴様が抱いたアイドルのあり方を汚したのだ。何よ、観客なんてただ騒いでいるだけの豚じゃない。いくらでも代わりは聞くわ。聞かない。だから貴様は一人なのだ。貴公がなぜそこまで思い詰めるに至ったかを世は知らぬ。だが友としてあえて心を鬼にしよう。誰も教える者がいなかったのなら世が教えねばならん。槍を構えよ、竜の娘。貴様の狂心はこの剣が切り払う。愚かなサーバントが生きがっているのは分かったわ。けれどあなたはどうなの。やっぱり私は邪悪、相入れない価値観なのかしら。私が私である限り、あなたとは分かり合えないのね。見どころがあると思ったけど、所詮はあなたも豚の一人。いいなら豚のように死になさい。その血を私に浴びせる程度しか役に立たない奴隷なんだから。好きなだけ泣かせてあげる。これが私の正真正銘最後で本気のステージよ。待望のアンコール、決めていくわ。正真正銘、これがあなたとのラストナンバーよ。すべてが確か。私の本気を見せてあげる。世の出番なんだ。止めるがよい。頭が痛いじゃない。止めるがよい。もうしとくな。鈍いな。バートリーエルゼーベト。天よ、
祝福を。勝者よ。他の誰でもない。
そなたの言葉でこの娘の夢を払ってやってくれ。この娘は少し、少女でありすぎた。お決まりのお仕置きタイム。支配階級への当然の罰って顔ね。あなたも結局、他の下民どもと同じなのね。いいわ。私を裸にできるものならやってみなさい。ただし、相応の対価は払ってもらうわ。竜の巣穴に潜るのだもの。その体ごと食べられても、無様に泣きわめかないことね。私が怖くない。ジロジロ見るのやめて。リスの分際で吹けよ。不潔よ。私の美しさを称えたいなら百の鞭を受けてからにして。そうしたら考えないこともないわ。言われてみればそうだった。
あれよね、マリアージュはちょっと先走りすぎたわ。事務所が否定する中、思わせぶりにインタビューで答えるのよ。好きな殿方の恋人に求めること、してあげたいこと、行きたい場所。記事を読んだファンは悔しがりながら、もし自分こそが恋人だったらどうだろうって、そんな妄想をするの。たった一人の私、何万人もの幻想の恋人、わかるかしら。これこそアイドルの醍醐味なの。それで、あなたがどうしてもというのなら、インタビュアーに最近は恋人より素敵なペットができたのと。そうよね、そうでしょうとも。さらにどうしてもというのなら、毎日私の作った料理を食べさせてあげても。あれ今慎んでの後の返答が間違えていなかったかしら。になっても大切に取っておくわよ。こんなに情熱的に私を追いかけて、今だって私の尻尾を握っているのに、そこに恋のかけらもないなんて。きっと終わらない恋さえあれば、私の退屈だって終わるはずなのよ。ああ、退屈で退屈で頭が割れるようだ。僕が特権階級なのは当然でしょ。美しさも財産も血筋も全てたっ飛ばれるもの、永続させるべきもの、そのためには何も惜しくはないわ。私は守らなくてはいけない、欠けてしまってはいけないの。美しさ、血筋も城も名声も、私は夜ごと変わる月のようにではなく、輝く太陽のように生きるの。聞くから、お願い、乱暴にしないで。
いのよ。純潔のどこが悪いの？女の子の一番大切なものだってみんな言ってるじゃない。だいたいほら、あれするって、無理、絶対無理、ドラゴンキラーでも無理。私はそんなこと絶対にしないんだから。だいたい、その、おほら、しちゃったらもう結婚するしかないでしょ。そんなの、ちゃんとお互いで話し合って仲良くなってからでないと。当然でしょ。だって裸とか激凛とか見れちゃってるんでしょ。そうなったら死ぬにこなって、赤ちゃんを見守ってお腹を膨らませて。どうして、どうしてよ。私は誰にも使えない。私の美しさは減らせない。私は永遠の本物の貴族なんだから。だってそうでなくっちゃ生きていけないんだもの。
ください。ごめんなさい。恋をしたいと願ってごめんなさい。ずっと美しくいたくてごめんなさい。使えないわよね。当然だわ。だって私何がいけないのかわからないの。わからないものは使えないわ。救えないのよ。あなたは私を知ったけど、私の逆鱗に触れたけど、それでも私を救えない。誰も私を救えない。ずっと永遠に愛されたかっただけなの。まだだ。目の前に最後のウイルスが残っているであろう。私を消すの？どうして？私が悪いから？でも一体何が悪いっていうの？だって、私がこうなったのは、周りがそう望んだからじゃない。美しさを守ることが、若さを保つことだけが、私の存在意義だった。私は可愛いだけのお人形だって、女なんて醜くなったら価値がないって、みんなおかしそうに笑ったくせに。なのに何？みんなが望んだ通り美しさを追求したら、今度は悪だって罵るの？ある日突然、貴族たちは私を捕まえに来た。よくわからない罪状で、私を赤牢に閉じ込めた。でも、私には最後までわからなかった。なぜ閉じ込められたのか、どうして誰も助けてくれなかったのか。私がいけない子だったから。でも病人は豚扱いして何が悪いの？なら、なんで仲間外れにしたの？お父様は何も言わなかった。お母様は初めからいなかった。ジーヤも執事も誰も彼も私に教えてくれなかった。それが悪いことだったなんて、誰も私に教えてくれなかったくせに。残念だ。貴様は進むべき道を間違えた。良き教師に恵まれておる。世に愛でられる美少女となれたろうに。だが、罪は罪。その墓碑に、世は100万のバラと心を込めた歌を捧げよう。そなたは罪なき民を殺し、その血をすすった怪物だ。冥府にて罪を償え。何？世もいつかはそちらに落ちる定め。その時こそ死雨を消しよう。いやよ、いや、心が暴かれたぐらいで私は負けなんて認めない。私は死なない。
私も死なないの。メルトリリスがいる限り私は永遠の命を。意識体をホールド。エーテン流コードキャスト注入開始。もう逃がしはしません。死ななくても倒す気ではあるのよ。多重ライスの迷路で永遠にさまようことね。勝者のする顔じゃないわね。またしなくてもいい同情をしてるんでしょ。ま、私も人のことは言えないけど。なんでもないわ。とにかくお疲れ様。早速で悪いんだけど、さくらの体内洗浄を始めてもいいかしら。ございます、先輩。エリザベートの封印で私の機能も6割以上回復しました。体内洗浄が始まると危険なので、先輩も迅速に入り口へ戻ってください。時々だな。去る時は稲妻のように去れだ。臆するな、信じよ。そなたは世が守る。